ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いいたします。お願いします、はい、で今日ご紹介するお車がこちら、はい、BMW540X ドライブ、はいはい、最初にいいですか、はいはい、ずるいですこれは。どうしてこの車はずるいですよ。何どうして。これ純正でだってもうめちゃくちゃかっこよくないですか。そうなんだよね、はい、なんすかこれ。これ最近の BM は、はい、とてもこれちょっとじゃあ前回りからはい、はいはい、ちょっとじゃあ紹介してもらってもよろしいでしょうか。しましょうか、はい、これ本当になんか純正ですかっていうぐらいM パフォーマンスのこのそうフロントカーボンリップ、はい、リップが、はい、であとはスプリッタースプリッターはい、はい、あとはグリルも、はい、黒くなってるっていう。そうなんですよ。もう僕らの仕事がないじゃないですかこれ、はい、出来上がっちゃってますよね。すでに出来上がってますで、はい、でも最近の BMW って、はい、この間の M8 グランクーペとかも、はい、M6 グランクーペもそうなんですけど、はい、フロントバンパーがある程度もう形で、はい、いい感じで出来上がってるんで、はいはい、まあ、この辺ちっちゃいリップスポイラーとかスプリッタープラスするだけで、はい、あの表情はガラッと、はい、純正でこんなかっこよくなっちゃうんですもんね、うん、ねほんとずるいっす、うん、そして最近の話題でいくとこのエンブレムがなんか最近ちょっとデザイン変わったんですよ、ね、そうなんですよ、はい、ちょっと変わってきましたね新しいやつは、はい、でちょっとこれはまあ、うん、今となっては1個前になっちゃいますけど、そうですね、はい、定番の BMW のエンブレムって、はい、はい、でライトもなんか、うん、こんな改めて見るとこんなになってるんですね。そうちょっとこのヘアラインが入った感じで、はいはい、でアダプティブの、はい、LED ヘッドライトになってます、はい、そして中もこんな凝った感じで、はい、イカリングというかところもギザギザギザってなってますね、はい、だからでもこういう、はい、なんていうんですか細かい造形になっているから光った時にかっこいいんですかね。あなるほど、うん、そんな気がします。そしてこちらちょっと順番が前後になっちゃうかもしれないですけど、うん、ボディカラーはもう定番というか、はい、鉄板の、はい、もう鉄板ど定番アルピンホワイト。そうです、はい、いやちょっと光の加減でちょっと黄色く映っちゃうかなと思ったんですけど、はい、結構イケてる感じ、はいはい、真っ白白のド定番の BMW のカラーでございます、はいはい、で横に、はい、グリル、はい、開くどういうこと。えこれ開くの、うん、これそこのマークに向かって開けゴマって言えばこうビュー開けゴマだって M5 の動画撮るときカメラマンそんなの教えてくれなかったじゃない。あないんだ。えそうなんすか、はい、鍵入ってるかな。これオンで開くよね。いやエンジンかけないと開かないんだっけ。温まってから開けるんだっけ。あそれなんかその暖気を早める的な意味合いとかってなってる。どうなんだろう。寒い時は閉まったまま、うんうん、あそうなんだ。 それ M5 に。あそれ熱量の問題でってこと、うん、だと思うよ。ここさあの細かいこといやなんかちょっと違うなと思ったんですよ。本当、はい、細かいこと言うと、はい、こういう空洞は車ないに越したことないじゃないですか、はい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 、空気抵抗で、はいはい、だから燃費稼げるしね。へえ暖気も早くなるし。そうだと思うよ。知りませんでした、はい、また素人だって言われちゃうんですけど。そうですね、はいはい、素人なんです、はい、もう最近開き直ることにしました、はい、そしてじゃあ横、はいはい、横もこれなんかもうずるい感じなんですけども。そうですね出来上がっちゃってます、はい、出来上がってます、はい、もうなんかこの辺とかも最初からグロスブラックだし、うん、そうですね、はい、あとブレーキキャリパー。あブレーキキャリパーも赤い、はい、ほぼっとすか。そうですキスライン、はい、なんだっけ M パフォーマンス、はいはい、のブレーキキットのブレーキが入ってる。そうですね、はいはい、あと、はい、ホイールが20インチです、はいはい、のダブルスポーク、はいはい、になってます。ローターもドリルドに。これそうなんですよ。したそう交換してるんですよ、はい、だからもうでもこれ純正パーツじゃないですか全部。はいそうです、はい、でこんなに決まっちゃうっていう、はい、なるほど。でサイドスカートのなんかこの黒くなってるのも純正オプション、はい、そうですね、はい、M パフォーマンスのサイドスカート用のデカールになってますね、はい、純正のサイドスカートの上にこう黒いシールを貼ってっぽく見せてる、はい、そうですね、うん、なるほど。でもミラーもこれも M パフォーマンスですか。はいそうです。で窓枠ももう最初から黒くて、うんはい、グロスブラック本当になんかすることがすることがなくなっちゃう。なくなっちゃいますよね。なるほど、うんはい、こんな感じでしょうか、はいはい、
もう安心、安心というか安心もう、はい、5シリーズですから、はいはい、そしてリアも、リアはでも、あ、トランクがついてるんですね。トランクスポイラー、のトランクスポイラー、はい、がついてます。これもだってもう社外じゃないですか。もう本当ですよね。すごい、うん、こんなちょっと小ぶりのおしゃれなのが、はい、そして下はついてないんですね、うん、下ついてないです、はい、うん、なるほど。いや、本当、本当であればしたら欲しいですけど、はいはい、ここに、まあ、全部セットで行きたいところですよね。本当は行きたいところですね、はい、なるほど、うん、でここもちゃんと BM ペイントされてるというか、はい、結構ここ素地の車とか多いじゃないですか。多いですね、けどちゃんとグレーというかガンメタで、はい、うん、塗られてます。なるほど、はい、でマフラーも、うん、スポエキがついてるんですよね。そうですね、ですよね、はい、はい、そうです。なんか出口もあえてこう4本出しとかじゃなくて、うん、こうスクエアな2本出しで、はい、ちょっとその辺も渋いなと思ったんですけど。そうですね、はい、うん、なるほど。で、あとは、まあ、この辺はどう僕ちょっとこれあれかなと思ったんですけど、うん、あんまり触れない方がいいですか。そう、いやでもなくてもいいかなっていう思います、はい、僕は、はい、なぜかというと540のエンブレム当然ついてるんですけど、はい、なんかこのエンブレムがちょっと大きすぎるんで、はい、バランスがあんまりどうなんだろうと。ちょっと取ってつけた感が、そう、あの、はい、お好みの問題なんで、このままでもいいですし、外してもいいですし、はい、どちらでも大丈夫です。掲載時になくなってる可能性も、可能性はなくもないですね。はい、ちょっともうちょっとスッキリがいいかなって、はい、うん、まあまあ外観はこんな感じでしょうか。ちょっとそうですね、ものすごく簡単になっちゃったんですけど、うん、あとはもともと M スポーツなんで若干車高低いんですよね、通常の、はいはい、モデルよりも1センチぐらい低いですかね。1センチぐらいですよね。さらにそこに初日のダウンサスで、はい、今回はダウンスプリングが組み込まれてるんで、はい、もうプラス20ミリから30ミリぐらい下がってますぐらいですかね、はい、多分。ただ本当にまあ、チューナーであるシュニッツァーのダウンスプリングなんで、うん、まあ、本当に低すぎず高すぎず、はいはい、上品な大人な車高になってます、ね、うん、はい、車格に合ってるような気がします ね、 はい、はい、改めてこう、うん、紹介するまでもないぐらいこうですね、はい、あの別にこうなんていうんですか、車としてももう本当素性がいいですから、うん、もう間違いないです。そうですね、はいはい、もう安心安定の5シリーズでございます。そうです、はい、はい、何でしょうか、うん、はい、じゃあ早速中行っちゃいますか。はい、はい、じゃあちょっと続いて中をちょっと見てみたいと思います、うん、うわ中もいい感じじゃないですか。そうですね、はい、で今回このお車に、はい、装着されているコンフォート、はい、パッケージですね、はい、フロントコンフォートシートになっております。はい、はい、いいですよねこれ、うん、シートがいいですよね、はい、うん、マッサージまで全部ついてるやつですね。そうですこれ、はいはい、そして触るとあのナビに出てくるんじゃなかったでしたっけ。はい、そうですよね、はいはい、いいですか早速。どうぞ。触って、はい、あ、ちゃんとこのスカッフプレートも M になってるんですね。なってます。なるほど。でドアはしっかりこう、うん、ステッチの入った、はい、合皮だけどこうちゃんと質感の高い。そしてこのウッドかっこいいですね。ちょっと 黒めのなんでポプラウッドでしたっけ。そうです、ポプラウッドですね、はい、これもいい感じです、うん、はい、そしてツイッターはハーマンカードンが、はい、そして乗ってみたいと思います。もう安心安定の5シリーズです。はい、はい、素晴らしいです、はい、こんな感じで、うん、本当よくできてますよね5シリーズとか。そうですね、はい、間違いないです。間違いないです、はいはい、そしてステアリング周りエアバッグもちゃんとステッチが入って、はい、この辺の、うん、はい、サポート機能、はい、そうですね、マルチファンクション、はい、パドル、はい、あ、パドルプラスチックなんだねこれ。意外や意外、はい、そしてこの辺はもう安心安定、もう安心安定としか言わないけど、もう本当に教科書みたいな車なんで、はい、そして内装はアンセラサイトインテリア、はいはい、これ標準じゃないですよね。標準です。あ、標準なんですか。はい、M スポーツは、あのアンセラサイトです。あ、そうなんですか。はい、あの黒い天張りと、はい、ですよね、はい、ピラ内張りです。よく3シリーズとかで、はい、例えばスポーツっていうグレードあるじゃないですか、はい、それは M スポーツではないので、はい、ここはベージュというか、そう、ベージュというか、はい、普通の白というか、はいはいはい、そういうのになってますけど、はい、M スポーツ、M スポーツパッケージっていうグレードは必ずこっから上が黒になってます、はい、それはもう BMW の昔からのやり方です。あ、そうなんですね、はい、なのでスポーツグレードなのか、はい、M スポーツパッケージなのか、はい、ここを見ればすぐ分かります、はい、なるほど、うん、落ち着いた感じでいいですよね、はい、そして、うん、メーターはこのアナログっぽい液晶メーター。そうです、そうです、はい、そしてこのライトのスイッチなんかももう本当に使いやすい、うん、はい、これなんかねちゃんとこう、
あ、これリングみたいなついてるんですよね。そうですよ。なんかね、これ、はい、いいんですよね。アナログだけどこういうちゃんと演出というかアクセントもちゃんとついてる。そう、はい、うん、でライト周りはもう本当にシンプルで使いやすい、はい、そしてチルとテレスコは、うん、まあ、しっかりこの辺も、はい、いい感じです。いい感じです、はい、そしてナビが、ナビめちゃくちゃ見やすくなりましたよ ね、はい、いいですね、うん、そしてこれかけないとあれですかね、はい、多分かけた方がいいですね。一度出てきますか。出ました、はい、こう触ると、うん、ここにどこ触ってますよみたいなの出てくるんですよね。そうです、はい、あ、そうですね、はいはい、すごいですねこれね。いいですね、はい、マッサージもついてるんですよね。ついてます、はい、あとはシートベンチレーションとシートヒーターもちろんついてます、はいはい、もう至れり尽くせりじゃないですかこれ。そうですね、はいはい、すごい、うん、そしてナビオーディオ周りと、はいはい、だとシフト周り、ドリンクホルダーもしっかりついてて、これ携帯の充電はついてないんですね、はい、これついてないです。あ、ついてないんですね、うん、でも USB がちゃんとついてて、うん、はい、小物入れ的な、うん、はい、でシフトがもう定番の BM の、はい、でパーキング、はいはい、オートホールド、はいはい、この辺はモードの切り替え、うん、アダプティブ、はいはい、横滑りと、うん、使いやすい、はい、ですね、アイドライブ、アイドライブ、はい、うん、そして、うん、グローブボックスと、はい、あ、グローブボックスじゃない、センターコンソールと、うん、はい、シガーソケットと USB、うん、USB、はい、もう教科書ですちょっと本当ですね。オンにしてみていいですか。はい、どうぞ、はい、うん、わあ、いや、視認性もバッチリですよ、もう、うん、はい、突っ込みどころがないです、はいはい、完璧です、なんか、あとヘッドアップディスプレイもついてますんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ちょっと映るか分かんないんですけど、ヘッドアップディスプレイがついてるんで車速なんかがフロントガラスに照らされると。はい、はい、そうですね、はい、そして、はい、ナビは、うん、わー、わあ、いいですね、大きくて、うん、見やすいです。でカメラなんかも、はい、バックカメラが、うん、はい、これ画角めっちゃ広いですね。広いですよねこれね、はい、でパーキングアシストもしっかりもちろんついてございます、はい、はい、わあ、もう至れり尽くせり、はいはい、100点です。100点です、はい、はい、いい感じです。あ、ドラレコも今回の車は、ね、そうなんですよ。あ、これしかも純正オプションじゃないですか。純正オプションの、はい、ドラレコついてます。BMW のロゴ入った。そうですね、はい、うん、なるほど、うん、でバイザーもちゃんと開ければ電気がつく、はい、はい、で今回のお車はサンルーフもついてますんで、うん、はい、はい、いやいいっすね。オプション満載っすね。満載です、はい、わわわわわわ、いい感じです。はい、そしてちょっとドアに戻っちゃいますけど、ドアにはメモリーが2つと、うんうん、あとこれなんすか？マッサージ。マッサージ。マッサージこれ。あれマッサージこっちだったんじゃないんだ。こっちだっけ？こっちか。メモリー2つとマッサージがついてると。うん、はい、いやー、やっぱり売れてるだけあって違いますね。ねえ、はい。素晴らしいです。はい。はい、グローブボックス、はい。グローブボックスは小さめで、はい。なるほど。お世辞も大きいと言えないですね。なるほど。はい。そしてここがちょっとこうとんがったデザインになってるんですよね。そうですね、助手席の前ここ、うん、ダッシュが、うん、で ETC はこのミラーの裏に、はいはい、BMW 定番の、うん、はい、こんな感じでしょうか。はい、はい、なんか前々回とか、はい、M6 グランクーペで話したじゃないですか、はい、でこの5シリーズの方が、はい、ドライバーさん積み込まれてる感多くないですか。なんかなんかこの間の M6 グランクーペってなんとなくこう全体的にフラットな感じでこっちにこう来ちゃってる感じだったので、今回はなんとなくこう全てドライバーみんなこっち向いてますしね。そうなんですよ。エアコンもナビ画面もこっちに向いてるし、うん、なんかこういう、はい、そうこういうイメージがすごく僕ら強くて、はい、BM っていうと、はいはい、なんでちょっとあの M6 グランクーペって特殊だなと思う。確かにちょっと違いますね。なんかイメージ変わりますよね。確かにこっちも若干こう向いてるし、はい、なんだったらシフトもこっち向いてるし、はい、全てがこう運転席に向かってある感じですね、うん、ドライバー優先っていう感じですよね、うん、全てがね。確かにそういうところが。であとは全然くだらないんですけど土、はい、こういうところのなんかこう
これ何でしたっけ、ね、7シリーズ の, あのこのそうなんだっけ、うん、ありましたよね。そう天使の羽みたいな。そう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 、はい、なんかこういうところがなんかこう最近 BM 変わってきたなって思います。そしてちょっとこっちのカバーになんかつながる、ね、あれになってるんですね。そうなんですよ。ドアミラーの後ろの方とかアドアネとかあのグルーミラーの方とかになってます。であとはさっきも紹介しましたけど、はい、グレー系のポプラウッド、はいはい、この辺が質感と落ち着いてる感をグッといい、ね、はい、引き立てて、てそしてなんかこの艶消しのアルミ調のこれも使い方うまいっすよね。うまいですね。なんかここここ、うん、ここそうここ全部、はいはい、あと運転席のドアハンドル、はいはい、なんかそれがあるだけちょっと立体感がこうすごく、はい、出てて、うん、いいですよね。なるほど、うん、いやいい車ですよ。100点です。100点ですもお手本です、まあ、豪華さとか、うん、なんかこう手の込んだ感じでいくと、うん、こうここがこうレザーとかステッチが入ってるとかって、うん、もちろんそういうのがもちろんそっちの方が上ですけど、はい、なんかもういいです、ね、間違いないですよね、はいはいはい、安心な感じがします、はい、もちろんそういうの求めるんでそういうのでもいいんですけど、はい、あでここイルミネーション入ってるんですね。うん、入ってます。へー、うん、ここですね。はいはいはい、はいはい、この下と、うん、なるほど、はい、その辺が確か色変えられるんですよね、うん、変えられます。なるほど、うん、いやもう僕ごときが言うことはないですもん、はいはい、間違いない、はい、間違いないです、うん、はい、ちょっと後ろも乗ってみていいですか。はい、乗りましょう。これシートもいいっすね、うん、ファンチングでコンフォートシートなんで、あ実は全然違うんですよ、はい、あそうなんですか、見た目は違うんですか。そう全然違います。設定の幅の広さとか、はい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 、ちょっと今細かく、はい、あできないか、まあ、全然違うんで、はい、特に運転席とかは、パンチングで分かります。カメラさん、はい、映りますか。ここだけ、あ上だけとか、そうそうそう、ここだけをリクライニング、今リクライニング動かしてます。こうやって M5 こういうんだよね。そうそうだよね、うん、なんで通常の5シリーズとは全然違います。なるほど、うん、はい、それじゃあ後ろの席もちょっと乗ってみたいと思います、はい、後ろの席もフロント同様、ここは普通に合皮かな、ビニール、そしてウッドとポプラウッドと、あとダコタレザー、ちょっとこう固めの、はい、レザーと、これ何色のステッチ、これちょっとグレー系のステッチが入ってるドアでございます。そしてなんとちょっと乗るって言ってなかなか乗らないんだけど、はい、ソフトクローズがそうなんですよ、はい、うん、ついてるっていう、わあ、もうすごいね、はい、素晴らしいです。装備満載なんで、はい、よいしょ、じゃあちょっと乗ってみたいと思います。はい、はい、いやもう素晴らしいです、はい、これシートポジションはそんなに後ろすぎずって感じですけど全然、はい、余裕が、そして上も余裕が、うん、はい、僕175センチですけど全然、はい、余裕が、はい、そして広いっすね。広いですね、めちゃくちゃ広いです、うん、はい、開放感もあるんで、そして意外や意外こう B ピラーにエアコンの吹き出しがついてたりするんですね、うん、はい、でちゃんとこの風量も調節できて、はい、そして全部独立の、はいはい、エアコンと、うん、はい、リアのシートヒーターと、はい、マップライトと、うん、はい、そしてこのちゃんとステッチがなんかコットステッチが入った、はいはい、シートと、うん、はい、これだったら全然なんかこう、うん、この間のグランクーペと違って普通に座れるでしょ、はいはい、そうなんですよ、はい、まあ、もちろんここはあれですけど、そう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 、はい、そうだけどこの間のもうこう来ちゃってるからね、はい、嘘でしょっていう感じではないですね、ちゃんと乗れます、はい、はい、うん、そしてあとセンター、はい、はい、なるほど、ドリンクホルダー、ドリンクホルダーですね、はい、意外にここ開かないんですね。そうなんですよ、はい、なんかここ開いてもいいんじゃないかっていう、あ確かに思いますよね、ちょっとダメ出しポイントですかね、はい、これはね、はい、うん、なるほど、はい、で後ろも意外にここあるんで圧迫感ないですね、うん、ここって結構、うん、まあ、使わない部分ですけど、はい、なんかこう圧迫感があるなし、うん、ありますよね、ここで出ますよね、うんうん、これないですね、ないですよね、はい、結構広めに取ってある、デッドスペースだけど広めに取ってあるんで、うん、全然圧迫感がないですよ、ね、はい、はい、いやなんかもう本当に必要にして十分というか、うん、はい、まあ、もちろんこういうとこがプラスチックだったりだとか、うん、ちょっと、まあ、もっと上の質感の車とかもありますけどね、はい、はい、なんかもう全然、うん、
本当によくできてます、うん、はい、でもこのセグメントでこのパッケージってすごいと思いますよ。すごいです。 BM だからこそですよね。本当です、うん、はい、本当に E クラスに並ぶ、はい、こうベンチマークというか、そう、はい、ベンチマーク間違いないですよね。ここをみんな目標に車作ってんだなっていう感じが、うん、はい、全然、はい、これシートのクッションもこう適度な硬さで、そう、厚みも結構そこそこありますよ、はい、うん、でもそんな厚すぎず、いや全然、はい、薄すぎず、そうですそうです、はい、全然厚さを感、あ、なんていうんですか、厚さを感じるんだけど、実際の厚さはそんなないですよ。ですよね、うん、あともともと BMW ってベンツもそうですけど、はい、クッション固めじゃないですか、はい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 、なので最初に座った時の硬さを感じますけど、はい、ちょっと座ってると、はい、全然しっくりきますよね、意外と、はい、めちゃくちゃくそろげる感じではないですけど、全然十分、そうですね、十分だと思います、はい、うん、そして意外にこのヘッドレストの後ろにステージとかも全部入ってるんですけど、うん、はい、うん、小技がね、うん、そして広くてここのスペースがすごく取られてるんで、うん、そう、前の開放感もすごくありますよね、うん、よくできてますね、よくできてますよ、すごいです、うん、こんな感じでしょうか後ろは、はい、はい、いいな5シリーズ見るとね、いいです5シリーズ見るといいよね。なんかこう悪く言うとこう個性がないになっちゃうかもしれないですけど、かもしれないです、はい、ただやっぱり本当に一つずつ見ていくと本当にこうよくできてる、うんうん、まあ、これは売れるよねっていう、そうですね、車の作りをしますよね。もともとそのずっと過去の BMW を見てると、はい、普通にこう量産される車って BMW って形と見た目で個性出そうとしないじゃないですか、はいはいはい、やっぱこう走ってこうハンドル握った時の個性が BMW、はい、多分メーカーっていうのはそこを言いたいんでしょうけど、はい、ただ最近はやっぱりビジュアル的に個性出さないとなかなか売れない時代でもあるので、ちょっとずつ BM もこういろんなところ変わってきてるのかなと思いますね、うん、結構日本のマーケットだと5シリーズなんかこうちょっとこう売れなくなってきちゃってるんですよ。そうなんですよ。どちらかというとちょっともったいないですよね。そう、どうしてもその日本での道路事情、駐車場事情を考えると3シリーズまでが入りやすい、使いやすい。特に最近どんどん車大きくなってます。そうなんですよ。3シリーズといえどもかなり幅も広いので、大きくなりましたよね。そう。でもやっぱり乗ってしまうと5シリーズっていいですよね。本当にいい車です、うん、はい、ちょっと続けてトランクの中をちょっと見てみたいと思います、はい、広い、広いですよね。広くないですか。いや最近のてか BM ここ目いっぱい使えるんですよ。ここ端から端、そしてやっぱり開口部もそう、はい、広いので、うん、いや、いいっすよ、うん、でもちろんトランクスルーにもなるじゃないですか。そうです、そうです。 BM といえばこのレバーのトランクスルーですね、はい、ですよね。はい、これで両が倒れますから、はいはい、トランクスルーもバッチリです。あ、意外にもしかしてトランクからトランクスルーにできる車って少ないですか、うん、BM ぐらいですか。あ、かもしれない。前からあ、言われたらそうか、はい、そうですよね、うん、まあ、もちろんシートポジションにもありますけど。あ、そうですね、確かにこれって BMW 独特ですよね、うんうん、確かに、そうですね、トランクスルーにすればめちゃくちゃ荷物も積めます、積めます積めます、うん、開口部広いんで、はいはい、BM のトランクスルーはでもこの辺も当然のようについてるし、そうですね、はい、もうなんかよくできてますよくできてます本当に、本当に、うん、すごい、うん、ちょっとじゃああとボンネットちょっと見てみていいですか。はい、540なんですけど、はい、3リッターターボ、そうですね、はいはい、4リッター相当のパワーを出しているエンジンということで、なるほど、はいはい、もうなんか安定感のある、安定感のある安心のエンジンルームですね、うん、もうカバーもなんかすごい大きくなりましたよね。なりました、BM、うん、はい、で実際にエンジンの先頭この辺ですかね、はい、うん、はい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 、でやっぱりこうサス、そうですよ、はい、がここなんです、ストラットが。このサスもこのアッパーのこの補強具合がすごいですね、うん、そうですね、なんかね、僕らも BM ボンネット開けるたびにこの補強みたいな、はいはいはい、これ入ってるじゃないですか、はい、これ見ると BM だなっていう感じがします。ちゃんと走りを考えて作ってますよ。そうですね、そしてちゃんとここを補強を渡すところとか、はい、はい、うん、昔は、はい、昔って言ったらもう何年か何十年か前とか、はい、そのレースとか、はい、サーキット走る車とか、はい、でこういうところを補強してもあまり意味がないってよく言われた時もあったんですよ、はいはいはい、でも意外とこういうところを補強すると、はい、あのボディ の, この剛性が強くなるんで、はいはい、足が動きますよね、はい、だから硬いバネレートにしてても硬いタイヤでもしっかり食いついてくる、
だから逆に一般道で走るときはもう安定して直進安定性が良くなるっていう。ここもそうだし、あとここも結構やりますよね。そうです。で、一つ一つの部材を軽量化してるんで、どうしても緩くなるんで、はい、その補強っていう意味でもこれは入ってるんで、うん、この形も意味があるところですね、こういうところね。もうなんかやっぱり去年ドイツ行かせてもらって、うん、はい、アウトバーン走ったんですけど、うん、やっぱりこう速度制限ないところで作ってる車はちょっとやっぱり違いますよね。そう、車がなんかもう、うん、全くそう、次元が違いますよね、はい、作り方の、はい、考え方の、うん、基本的に日本ってやっぱりこう高速道路100キロ、新東名で120キロだし、そうですね、はい、でレクサスとか、まあ、他のブランドもなんかそのグローバルな車種ラインナップと車の作りになってきてるんで、うん、あんまりそこ意識してなくは最近なってきてますけど、うん、やっぱりもともとそのアウトバンがあるドイツで作った車だと、うん、なんかもう基本的にはちょっと車の考え方が違いますよね。いや、と思います。余談というか、はい、まあ、なんかこう車好きの人たちがよく言う話ですけど、はいはい、やっぱりドイツっていうかヨーロッパって、はい、昔は車がなければ馬車じゃないですか。でも日本ってカゴじゃないですか、はい、カゴって運んでもらうじゃないですか、はいはい、馬車って運転するじゃないですか、はいはいはい、だからそのなんかこうなんていうんですか、生まれた派生したその根本が違うから、結果的に車に対する考え方も違う。でもまあ近年当然レクサスもそうですし、はい、インフィニティもそうだし、はい、まあ、逆もベンツ、BM も日本に対してそうだし、全てがグローバルスタンダード化してきているので、なんていうんですか、どの国に行ってもある程度対応できるような車作りといった意味で作ってますけどね。ツッチが言うように、日本の車がじゃあ200キロ巡航でその向いてるのかっていうのはまたそこが違うんで、ね、もう 何十年何百年もかけて作ってきた車じゃないですか、こっちは。その速度制限なしで、はいはい、根本が生い立ちが多分違います、ね、だからアプローチの仕方がなんかもう同じ車だけど全く違うっていう。そうですね、イタリア車フランス車も当然、ね、送り柄が違えば乗り味変わってきますから。そうですね、はい、そういう違いは感じられますね。そうですね、うん、なんかやっぱりこの辺の補強にこうちょっとドイツらしさを感じた感じますね、はい、エンジンルームですね、はい、なるほど、うん、はい、はい、そしたらじゃあ続いて灯火類をちょっと見てみたいと思います。はい、ライト周りですね、お願いします。はい、わー、オートライトなんで今ライトまで使うじゃん。で、これがスモールですね、ちょうど通称イカリングのところが、これチューブがこれギザギザギザってなってるんでめっちゃ綺麗に光りますね、うん、で、これがロービームですかね、はい、両方ちっちゃいプロジェクターが光る感じです。はい、で、ハイビームがその下が光るんですかね、はい、で、あとウィンカーは、はい、この上のところとミラーがチューブが光る感じですね。なるほど、ありがとうございます。はい、いいですかね。あれ下、あれ下、これなんすか。フロントフォグです。あ、フォグこれなんすか。うわ、素人また丸出しを、はい、ここフォグこれなんすね。もう社会じゃないですか。これ純正ですね。もうなんかでもビジュアルがもう社外っすね、はい、色も真っ白白だし、はい、なるほど、うん、こんなフロント周りです、はい、ちょっと続けて後ろも見てみたいと思います。これがスモールですかね。はい、スモールです、はい、ちょうどここがこのチューブのとこが光る感じですね。あ、ブレーキ踏むとこの外側が中が LED が光って、ハイマウントはもう定番の位置ですね。で、バックはこのトランクの内側が光る感じですね。ウインカーいけますか。はい、あ、フォグか、あ、バックフォグか、ごめんなさい、これリアフォグです。リアフォグがこのバックの下トランク側が光る感じです。で、ウインカーは、あ、全部光るんですね、全面。あ、なるほど、いや、これ結構視認性良さそうですね、ウインカー。ありがとうございます。そしたらちょっとマフラーも今回スポーツエキゾーストってことなんで、ちょっと音聞いてみたいと思います。お願いします。わあ、ありがとう。
なんか3リッターターボなのにすごくパワフルなサウンドっすね。結構な重低音、結構太い音ですよね。そうですね、いい音してますね、うん。いや、いいです、突っ込みどころがあんまりない。そうなんですよ、はい。まあ、強いて言えばもうちょっとその、うん、質感もっと高いものを求める方であれば、うん、もうちょっとそのダッシュボードとか、ね、シートのバックレストとかありますけど、うんうん、でも価格に見合ったって言ったら生意気な言い方かもしれないんですけど、価格以上のものはあると思います。うん、そうですね、はい、いや安心の X ドライブですし。そうですね、はい、あ、そうですね、うん、4駆ですもんね。そうです、4駆です。ちょっと今回僕の BMB 機がちょっと出ちゃいましたかな。そうです、褒めすぎました。いや、そんなことないと思います、はい、僕的にはちょっと結構ハマった車だなっていう。いいですよね、はいはい。そして土川さん、毎回聞いてるんですけど、はいはい、この車はもし触るとすればどうしましょう。どうしますか。いろいろ多分あると思うんですよ。いや、細かく言うと、はい、もうかなりあります、正直言うと。でこれダメなっていうわけじゃなくて、はい、例えばそのホイールの色をどうするかから始まってしまいますね。もうちょっとちょ冷たいなっていうところ、そうというところと、はい、あと僕ちょっと感じてるのが、はい、これなんとかしたいなっていうのが正直あります。どこですか、このあー、ここグレーじゃなくてってことですか、ガンメタリックじゃなくて、なんかこう M スポーツ的にこれじゃないとっていう人もいるんでしょうけど、はい、トータルで前とかのバランスとか横のバランスを考えると、はい、ちょっとこれをどうにかしてできればディフューザーつけたいなというのがありますね。確かにここも M スポーツらしさっていうところでもあるんですけど、うん、逆に言うと、うん、このガンメタどこから出てきたんだよっていう。そうなんだよね、うん、確かにそれはあります。そう、はい、だからここのまま残すんであれば、はいはい、これの近い色のホイールにする、はい、車外でもいいですし、はいはい、まあ、こうグレーとかグラファイト系の色に塗ってしまう、はい、なんか他の場所とちょっと共通性を持たせたいですよね。そうなんですよ、はい、あともうホイールもこうなぜか半ツヤっていう、半ツヤなんですよね、はい、だから思い切ってグロスブラックの方がいいんじゃないかって思っちゃったり。確かに真っ黒黒も良さそうですね。そう、個人の好みでしょうし、単色にこれバイカラーになってますから単色にしてしまうのもありかなとかいろいろ考えます。グロスブラック似合いそうですね。ね、似合うと思うんですよね、うん、あとはこういうのを人によってはいらなかったり僕も思ったんですよこれ、はい、調べたら純正なんですねこれね。そうなんですよ、だからどうなのかなって思うんですけど、純正なのにこのにじみ出る取ってつけた感。そう、はい、あのこれ否定するわけじゃないです、はい、でも僕がこの車を買うんだったらこれは外します。あ、うん、結構こういろんなところに M って入ってるじゃないですか。ブレーキもそうだし、今回サイドのこのデカールも貼ってあるので入ってるし、うん、そんなに主張しなくていいかなって思いますよね。若干思いますよね。そう、はい、見れば分かるので、うん、もうちょっと控えめな方がなんか、そう、確かに確かにすっきりしてていいかなっていう気がしますね。そうですね、はい、うん、そんな、まあ、その辺は全部言ってもらえば、ね、もちろん、はい、オイルのペイントから、まあ、そういった細かいカスタマイズから全部できますので、はい、まあ、ご相談いただければ、はいはい、お見積もり等々もできますので、はいはいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京より BMW540X ドライブをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。